アホンを左手出して待っとけって彼女に捧げる歌。いやだからその彼女がいることとかをこれ信じてくんないんだけど、その時付き合ってた彼女って配信者だったじゃん。そう発表したら絶対うまくいかない自信があったから発表しない選択を取ってたし、てかむしろ付き合う気なかったの。そうなんかもう内容は彼女みたいだけども別になんか形とかを作らないで進めていこうと思ってたものだったから。でもなんかその関係値が表に出た瞬間にもうなんか付き合うしかねえかみたいな、お前じゃあそんな内密な関係だったら付き合ってんじゃんって言われすぎて、いやもうじゃあもうしっかり形にして付き合うっていう報告をした方がいいのかっつって、うん、じゃあいいよって付き合ってるでいいよっつって、これから付き合うからとか言ってで付き合ってお茶爆たくさんもらったっていう。出した左手どうしたんだろうか。出した左手、とりあえず下げたんじゃない、出しっぱなしじゃなくていやいっかみたいな感じになったじゃない相手も。これは右手だけど、ナボワクってお茶爆飛ばないのなぜですか。いやなんか俺にそのなんかお茶爆する価値がないからじゃないかな、ね、他の枠ってそんなにお茶爆飛んでんの。左手の人で稼げた部分もあるよな。まあなんかなんかそうやって言うのはちょっと悔しいかな。そう彼女ができてつまらなくなったって言われたくないから、あの時多分配信人生の中で一番配信頑張ってたの。でもなんか付き合ってた時期っていうのがそのなんか企画配信とか一番濃いものを視聴者に見せてたのね。そうつまらなくなったって言われたくないからめちゃめちゃ見せプしてたのよ。だけどもみんなにヒットするものっていうのは企画配信じゃなくて俺と彼女が喧嘩してる放送が一番みんな湧いて数字が取れるわけ。残酷じゃない結構で、俺頑張ってるところ全然評価されないで評価が数字だからじゃあ彼女と喧嘩してる時が一番数字取れるわけ。超残酷だなって思ってて、でそれでじゃあ別れてほとぼり冷めたらね企画配信やれとかめっちゃ言われるわけ残酷すぎない？いやあの時頑張ってた時評価してくれないくせになんでやらなくなったら彼女と別れて、じゃあ別れたから別に頑張る必要ないわけだから、じゃあ企画やりません、企画やんなくなりました、企画してくれって言われるわけ。あの時みたいに企画してくれって言われるわけ。残酷だなって思って、でその時に俺なんかリスナーに 100% の信頼を置けなくなったのよそうなんかもうリスナー愛してるみたいな感じのスタートだったの走りは。俺の放送を見てくれるリスナーさん大好きみたいな感じだったんだけども、そこで疑心暗鬼っていうかなんかこいつらを愛すことをやめようと思ったの。だって重いんだもん跳ね返りが、見てくれる人を大事にしようみたいな気持ちが結構薄れた瞬間だったね。なんで付き合ってる時に配信者としてつまんなくなるっていう思いで、つまんなくなるって言われたくない一心でこんなに頑張ったことを評価してくれないでね、別れた後に「お前企画やれよ」とか言われないといけないか分かんないし、もうめちゃめちゃ悲しくなってめちゃめちゃしんどくなって、いやもうなんかそのもちろん評価してくれた人もいると思うけども全体を1にして考えるのも良くないかもしんないけど、なんか嫌だなってすごい思った。わざと喧嘩したことはないよ。俺らの喧嘩には台本がなかったねその時は。女の発狂ってなんか見たくなるもんね。つまんなくなったわけではないと思うけどみんな言いたかったんだよ。いやだから俺の気持ち考えないでそんなにみんなで寄ってたかって言ってくるぐらいだったらこいつらに信頼なんて置けねえって思うわけ。俺はなんかその時多分囲ってほしかったんだと思う。ペガと同じ感じじゃん。いや一緒にしないで頑張り方が違うから、なんか頑張ってきた内容が違うからそこに関しては、ね、じゃあみずにゃんがペガ子さんと付き合って配信者として死亡するかもしれないから、じゃあこの配信この活動めっちゃ頑張ろうってやったところなんて俺見えないもん。ずーっとねみずにゃん好きだからずっと見てきたけどあいつが頑張ってるとこなんて見たことないもん。そうだからどっちかというとみずにゃんってペガ子さんに頼った放送しかしてこなかったわけじゃん。そう俺は違う、俺は全然違う。もうだってなんか1ヶ月で4本とか5本とか企画やってたので、しかもなんかスタバ食べますとかそんなの企画って言わなかったよ俺は。ちゃんとルールがあってちゃんとチャレンジする企画で、ちゃんと企画って100人が聞いて100人が企画だねって言ってくれるようなものしかみんなに見せてこなかったのねえ、だからなんか結構悔しいよね。であとその企画に対しての評価をねお金にしてもらうシステムとかもやっぱり自分が頑張り続けられるようにこっちで作ったルールなわけよ。なんか全てが否定されて、全てがなんか無駄になったって思っちゃったんだろうね、あの時。そっからそう、なんか配信の熱っていうのはめっちゃ冷めた。意味ないんだもん。俺がその企画に対して何を思ってやるか。そう。なんかさ、結構さ、俺思うんだけど、なんか配信者ってさ、じゃあ何のために企画やってんのって思うの。俺はちゃんと企画やる理由があったのよ。じゃあみんなさ、なんか企画やります、企画やりますとか言ってるけど、何のために企画やってんのっていう。どこにメリットを感じて、どこにマイナスが生じるか分かってて企画やってんのかなってずっと俺は疑問視する。今でもなんか企画配信やりますとか言ってるけど、何に対して企画やってるか全然分かんないの。だって、今、じゃあ雑談放送してます。雑談好きなやつはみんな見に来てくれるわけじゃん。ナーボン雑談聞いてられるよって人は、ね、何もしなくても俺が喋ってるだけで見に来てくれる人。こいつらを喜ばせることって雑談続ければいいだけなのよ。だけども、ね、こいつらが楽しいって思う時間っていうのは雑談続ければいいだけ。でも、これ以外にもっと数字が欲しいから企画やるわけ。じゃあ普段ナーボーの雑談でヒットしない人たちをヒットさせるために、俺こんなこともやるんだよっつって入り口を広げるためのものが、術が企画配信なわけよ。あとコラボ配信とかもそう。ナーボー単体だと見れない人が、じゃあプラス小町と一緒に企画やります。小町のリスナーさん見てくれるよねって言って、そう、プラスアルファがあるからやるわけ。そこがメリットなわけじゃん。で、今ツイキャスに人口が増えてるとは思えないから企画をやる必要がないわけ。だってもうこっちの界隈でナーボー知らないやついないぐらいまで知名度は上げたはず。このツイキャスっていうちっちゃい世界だったら。じゃあもう企画やった時しか見てくれないやつに対して企画やる必要ってないじゃん。だって企画って金かかんだもん。外配信するだけでお金かかるよ。ね、そう、ニコニコ勢が少し流れたぐらいじゃ、まあでもだからニコニコ生放送の人たちが人口が流れてきました。企画配信ちょっと増やそうは意味があるのよ。意味があるけど、正直、そういう考え方で企画やってるやつとかいなくない？既存のリスナーさんを喜ばせるために企画やってるやつって、なんかすごいなと思って。それこそ、なんかのりちゃんみたいな感じの人。そう、のりちゃん、石川のりゆきっていうのは、今いるリスナーをもっと楽しませるために企画やるっていう考え方なの。そう。でも俺はそれは、先ほど言ったけども、別にリスナーのこと愛してないからできないの。入り口を広げるためにしか、その理由だけにしか企画ってできないの。めちゃめちゃ冷酷で冷たいこと言ってるけど。そう。こいつらが喜ぶためには雑談だけで喜ばせる自信があるから、そんなことしなくていいと思ってんの。でも本当のところは企画配信みたいにうるせえ黙れよ。俺の雑談聞いとけって話だから。そう。黙っとけって話なの。あ、モンジョリとかもそう。モンジョリは既存のリスナー。のりちゃんとかも既存のリスナーを楽しませるために、もっと楽しませるために、企画配信っていうのをやってるはず。俺は、なんか見てて思う。でも、なんか小町とかは、なんか、外に出れば企画だと思ってる感じとかめっちゃムカつく。正直。俺が家の中じゃなくて外にいるだけで企画配信ですって思ってる感じがすごいムカつくの。そう。なんでかっていうと、企画配信一生懸命考えて、一生懸命リスナーのニーズに応えて、ね、すべて本気でやってきたからこそ、あいつの企画のスタンスがめっちゃムカつくの。企画だと本当に企画なのそれみたいな。スタバの新作出ました。放送つけて買いに行きます。いや、やってること JK やん。そんな誰だってできるよっていう。やってること女子高生だよ。お前頭の中 JK だのって思うでしょ。そう。なんかそれをなんか、何も考えないで、いやーなんか企画やってるって見てるリスナーとかも俺不思議でしょうがないし。そう。ね、不思議なんだよね。めちゃめちゃ不思議っていう。まあでもいいのかっていう。そう。っていうのが、まあ、俺みたいな老害配信者の意見だね。うん。小町の外配信よりお前の雑談の方が価値あるで。いや、そうだよ。だから価値を高めるために配信頻度も1週間に1回ぐらいにしてるからね。そういうわけではないけど、もっと配信したいけどね、俺は。うん。直樹、お前さ、どうでもいいけど、毎日、可愛い女の子と仕事しやがって、イラつくからビンタさせろよ。お前ね、確かに可愛い。ね、面接で採用する瞬間とか、こんな可愛い女の子と働けるのかって、毎回思ってるけども、働けば働くほど、ね、そういうなんか可愛いとかウキウキとかキラキラみたいな気持ちとか薄れてくからね。もう、やっぱり一緒に働くって、そういう感情がなくなってくるよね。